わあ、なんか楽しませてきてくれ、ボス来たな、やっと。やっと来たな、今までのやつ。全員なんかもう一瞬でいつの間にか死んでたって感じだったもんな。それに比べるといい感じだな。そこ、ああ、くそ。アイテム使え、ないのか、回復アイテム使えないの。ポーションってなんだよ、じゃあ。ヒールポーションって何の役目があるんだよ。何の意味があるんだよ、ヒールポーションに、じゃあ。意味ねえじゃん、あのヒールポーション。これ、難しいな。あー、だいぶ大回りに回っていけってことなのかな。いい感じ、いい感じ。こんな感じだよ、求めてたの、ボス戦としては。あんな数発で、へこたれるボスっていう風に思ってなかったもん。これぐらい求めてた。オッケーオッケー。ガーッ、うわ、フェイントだー、くー。フェイントだろうね、今。ああいう集まってきたかなって思わせるのフェイントか。はい。うわ、きついな、これ。これ難しいな。あ、くそ。可能かな？これ、可能かな？これは難しい。これ広がった時無理だな。一体攻撃力高いんだよな。これはやばいな。ナイトメアだな、確かに。一見簡単そうに見える。あ、回復の指輪にするか。止まってないと回復しないよね、もう。次行ってもダメなんだな、これ。逃げすぎてもダメだし。あ、くそ、強え！これ強えぞ！なるほど。わかったぜ。こいつが、ラスボスだな。わかったぜ。そういうことだな。こいつがナイトメアの本体だったとこだな。寸前まで引きつけて、オッケー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 。無理だ！欲張るのやめよう！欲張るのやめよう！一発撃つの一発撃つ。ただ、ばらけさせないように、ちょっと、逃げるのゆっくりする戦術は正しいっぽいね、やっぱ。オッケー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 。長年ね、長年っていうか、だいぶこう、高難易度のゲームで戦ってきてはいるので、そこら辺のところ、やっぱもう、経験値が違うぜ！あー、くそー！外した！くそー！一発で逃げるよ。集まってきたら、抜ける。お、はい。うん、こっちがもらったかな。こっちがもらったかな。やっぱあんま無茶しちゃダメだな。無茶しちゃ、そこだ。あんまり、もういい、もういい、もういい、そういうのいい。下のね、ゲージ枠、邪魔。正直、下のゲージ邪魔。割と邪魔。本気で邪魔。ちょっと見えなくなるから。さあ、団体、取ってくる。強えなー、これ強えぞ。やべえぞ、これ。やべえやつ出てきた。ちょっと待って。これ、やばくねえか。これ、やばくねえか、これ。これは、やばいですね。割と本気でやばいやつだった、これ。おい、こんなん、つむ子出るだろ、こんなの。こんだけ。こんな難易度にされたら、つむ人出るでしょ。みんなが思っている想像の何倍も当たるチャンス少ないからね、これ。1秒ないんじゃないかな。バカじゃないかな。ファルコム、調整ミスってる感あると思うけど、これ。すごいっち、もうダメージが透過交換じゃない。透過交換できてない、ダメージが。完全に。効果じゃないダメージ量で戦ってる。どうかな、こう四隅にどう逃げるかっていうのをこ うまく調整できればいいんだろうな。こいつやばくねえか、こいつマジでやばくねえか。ちょっとダメージ全然入んねえんだけど。鏡使えるんだったらかなりいい感じだけどね。使えるかな、これ。いけ、あ、ダメだ、使えねえ。使え、なんだよアイテムって。ほんと使い物なんねえな、このゲームのアイテム。ポーションですら使えないんでしょ。何それ、本当役立つのそれ。何なのアイテムとは。アイテムとは一体、アイテムとはアイテムとは一体。哲学散らばるのやめて。入団行動取ってください。1年まとまれ、1年お前、まとまれ。1人、おい、やめろ、空気乱すやつ、やめろ。日本の教育はそういうとこ認めたいんだから、個性を認めたいんだから、教育は、日本の教育は。だからダメなんだから、だからダメなんだよ。もうやめなさいやめてください、やめてください。ファンの方、下がってくださいハーフロールが、ハーフロールが出てきます。下がってください。ハーフも違う実況の話になる。ハーフロールが今から出ますから下がってください。ファンの方、危ないですよ。下がってください。お姉さん、下がって。お姉さん、あー、負けそう。対抗策あんのか、これ。飲んでみるか、一回。ステータスを表示しながら戦闘してみよう。どういうこと？何がわかるっていうのよ。何がわかるっていうのよ。ステータスなんか消えたんだけど。ステータスなんか消えたんだけど。そのシステムなくなったんだけど、ちょっと。あー、もうダメだ、終わりだ、叶うわけがない、終わりだなんだこれ、ほんと、対抗策が思いつかない、マジで対抗策が思いつかない。そうか、ダメだ、もうダメだ、終わりだ、死ぬしかねえ死ぬ、殺される。コウモリ一体一体のパワーが高すぎる、あまりにも。調整ミスってる感ある。マジでちょっと、この数分の戦闘で経験上わかる。これやばい。こいつはやばい。こいつはマジでやばい。これちょっと、ありの挑戦で挑戦してほしい。ちょっと、課長に挑戦してほしいレベルだ、これ。ちょっと、まだか。絶対挑戦してほしい。絶対クリアかな。ちょっと待って。
無理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 。何これ何これ何これ、ファルコムできんの？ちょっとファルコム自分でプレイしてんの、テストプレイ。ちょっとファルコムやってみ、ファルコムファルコムファルコムってみ、ファルコムってみ。ってこれギリギリ集まれみんなの動物の森、あーくそ、イースの森、イースの森、集まれイースの森、集まれイースの森、あーくーって、あーダメージが入んねえ。集まれイースの森、集まれイースの森、まだか、くそ、集まれイースの森、そっかそっかそこか、ういっ、オッケーオッケーオッケー、もう一回無理だな、集まれイースの森、集まれイースの森、つまり、ちょ、先行してくる、早いやつやろ、先行してくる、先行機やめろ、先行機、先行機、あーダメだ、くー、はいえー、体のダメージが尋常じゃないんだって。30、10、15は持ってってる、少なくとも平然と15は持ってってる、無敵時間ないのに、いじめかよ。ダメ、ゲーム作りたて初心者が作るみたいな、なんかゲームなんか難易度設定にしちゃダメ、ダメだよ、ダメだよそれ、ダメだよ、完全に完全に作れた人だけしかクリアできない難易度設定だよそれ、やめなさいやめなさい、そんな難易度設定おかしいって、おかしいって、おかしいと、おかしい、まだまだ長い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 、そうそうか、そうそう、これおおもう一発、あーダメか、対等じゃない、お前が実体化する前のダメージが対等じゃない、対等じゃないよ、対等にしてください、対等にしてください、対等から発売してください、対等から、宝、もうやめてやめてやめて、あーの一匹先行してくる、やめろ、先行機やめろ、先行機、あーくー、だってすれ違っただけで、すれ違っただけで、ね、これレベルマックスだよね、ちょっと待ってマジで言ってる、最強形態でこれってお前どうこれレベル1とかでここ行きたい人はどうやって生きていけばいいの、そのクリアできるわけないじゃないですか、 BGM でごまかされんぞ、その BGM でごまかされると思うなよ、マルコム、これはちょっとあれだわ、セロに引っかかるわ、この難易度はちょっと許せない難易度調整協会に訴えられるわ、ゲーム難易度調整協会に、禁止だ、出禁されるわこんなもん、じゃあ色変えてみよう、色変え色変えモードでどうだ、わかんねえ、そっか生物に見えねえんだ、難易度上がった、やっちゃしまった、難易度が上がった光の破片にしか見えなくなったなぜった、でも光が見えるあたり優しい、ちょっと優しさがある、ファルコム的な優しさがある、ちょっと戦うかこれで、これで戦ってみるか、そこ、あダメだ、くっそ、難易度上がった、ナイトメアよりさらにその上があった、ちょっと待って、無理無理よ無理よ、ちょっと待って、可能性はいろいろ試そう、まあ歴代戦ってきてな、俺もいろいろな可能性を試してきてるからな、とりあえずまず BGM を PC エンジンにする、 OK いくぞ、あ、ギザギザした音してる、ギザギザした音、ギザギザした音してる、ギザギザした音、ギザギザ音してる、ギザギザ音、ギザってるギザってる、そこ、あー守り一時を必ず見逃さないこと、逃がさないこと、ま、諦めないこと、勇気を持つこと、信じること、生きること、死ぬこと、戦うこと、死も食べること、食うこと、出すこと、いってらっしゃい、あーばばくそ、PC エンジンの BGM はなんかちょっと同じ音の繰り返しかな、容量足りなかったんかな、ファルコムの容量足りなかった感じかな、ファル容量足りなかった感じかな、よーしないこうだったらこれだったらリスタートした方が早い、あレトロ感、このレトロ感いいですね、ではオリジナルでいこう、こオリジナルって何のオリジナル、いまいち意味が分かんないんだけど、 PC 版ってこと、寸前まで引きつけて勝ったよ、前がそっちがその気ならこっちだって考えあるからな、ちゃんと BGM をまず切る、はい BGM を切るで、よいしょ、好きなんだよなこれ好きなんだよな、これが大好きなんでね、オッケー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 、平和な感じになった、平和な感じになった、ダーナちゃんが俺を救ってくれる、女神ダーナが俺を救ってくれるんだ、オッケーオッケーオッケー、これだったらいけるぜダーナよ、俺に力を貸してくれ歴代ファルコム音楽を全部流すことになるぞ、多分こんなことやってると知らんけど、持ってないけど、イース8しかやったことないから、まだイース8しか持ってないけど、徐々に買っていくことになるぞ、こんな徐々に買っていくことになるんだからな、やめろお前この野郎、フライ、あーもうダメ、くっそー、ダーナちゃん助けて、ラクシャちゃん、時止めの力を我に、時を止める力を、タイマー使ってみたわけだから、タイマーの効果がいまいちよくわかんねえんだよな、あれ、ここ好き、トゥルル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 、好き好き大好き大好き、あー大好き大好き大好き、悲しい感じの戦いになっちゃった、なんかもう悲しい、生き別れた兄弟同士が C を決しなきゃいけないみたいな、そういう悲しさがある感じの BGM になっちゃってるけど、大丈夫かこれ、大丈夫か、いろいろ大丈夫か、なんで生き別れた兄弟が殺し合わなきゃいけないんだ、なんで僕らが殺し合わなきゃいけないんだ、兄さん兄さん
兄さん、姉さん、あんた、どうして、一体、何があったんだ、兄さん、兄さん、剥がれみたいな血だけど。いや、シンプルな敵こそ強いわ。もうパワーしかなくね。世界は力によって支配されている。体よく形を変えているだけだ。平和など力に過ぎない。平和とは力そのもののことを表す。ただそれがだけだ。世界と変わったか。ダメージ変わったか。そんな変わったか。これだったらまだ防御上げた方が平和だろう。守りの力こそ平和だろう。全てにおいて平和とは守るべきものがあることを言うのだ。力なき平和に平和などない。平和なき力に力などない。つまり力だ。あれ、力になっちゃった。ちょっと待って、力になっちゃった。バカだ。ダーナちゃんと出会ったアドルはこいつを倒してきたというのか。そのバカな、こいつをアドルは倒してきたっていうのか。そんなことがこの世界であり得るのか。ダーナちゃんより強いよ多分。少なくともダーナちゃんラクリモサよりは強いよこれ。はい、行け。ダーナ、俺に力を貸してくれ。ダーナ、ダーナイクルシア、渋い、おいしさおり。なっちゃん、混沌の黒巫女よ、俺に力を。黒巫女アタック。あサンダー、またサンダー。あっ3になると強くなるな俺。3になると、あくそ。あーくそー。あー、割と戦える、割と戦える。絶望的に見えたあの頃も遠い夢のようだ。勝てそうだって。ダメだって、ダメだって先輩、私ダメだって。そんな、やめて、やめて先輩、やめて。ぐーぐー先輩。抜け抜け抜け、抜けた抜けた。実況なんかしてられっか。実況なんかやってられっか、こんなのやってられっか、やってられっか。逃げろ逃げろ。まあいいけどね、まあいいけどね。うん、どっかのねマスターモードとか相手が回復するやつより。やっちゃいけないことよ、ボスが全部回復するとか敵が全回復するとか。あんな、あれに比べたらまだいいよ。まだいいよ。かわいいかわいい。それに比べればかわいい。あれやっちゃいけないことをやってる感があるからな。に対して俺が選んだ決断は武器を使わないっていう、間接的にしか攻撃できないっていう。バカみたいな縛りにしたせいで地獄だったからな、あれ。あれはあれで。あれ楽しかったけどね、でも。あれは普通に楽しかった。いやー、くー、でも半分は減らせるようになってんだよな。ちゃんと半分は減らせるようになってんだよな。いいよいいよいいよ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。そろそろそこら辺で合体しよっか、合体しよっか。合体申請、合体申請許可されました。 OK、 受理されました。 OK、 OK、 いいね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 、いいよ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 。わー、もっと笑って笑って笑って。ダメだね、やってられないね、そんなんじゃ。うちの業界舐めてんじゃないかな。あ、いいよいいよ、いい感じよいい感じ。はい、来て来て、ゆっくりゆっくりゆっくりでいいのよ、ゆっくりでいいのよ。あ、いいですね。あ、もういいよいいよ、ほんといい。あ、もういい。業界一、業界一よ、業界一。僕業界一、あ、業界一ですね。もうバンパイア、バット業界一ですよ。もうバットマンも目じゃない。あ、ダメ、あ、もうダメね、ダメね。やってられないわそんなんじゃ、うちの業界舐めちゃダメだわ。もうその安定性のなさよ、君の安定性のなさ、それがいけないと思うな。安定性大事だからね、やっぱこういう仕事やってくのにね。不安定な仕事だから、もう。あ、なんかクソ、トントンじゃない。これトントンじゃない。トントンにしなきゃダメなのよ。トントンにしなきゃ。トントン、トン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 トいいですね。もう業界随一、コウモリ分裂業界随一。あ、いいですね。コウモリ分裂業界随一ですよ。あ、素敵。あ、ちょっとダメかな。ちょっと天狗になりすぎかな。ちょっと天狗になりすぎかな。君はダメかな、ダメかな、ダメかな。はい、取り戻して、自分取り戻して、自分を取り戻して、取り戻して、取り戻してよ。取り戻せ、取り戻せ。なくしたものを全て取り戻せ。劇場版コナン、なくしたものを全て取り戻せ。はい、いいですね、いいですね。ずるいよなお前、困った時それだもんな。困った時すぐそれだもんなお前、昔からそうだもんなお前、昔からそういうとこあるもんな。知ってんぞ
アドル知ってんぞ、昔からお前のこと。困った時すぐそういうことするもんな、分裂し続けて。アドルも手焼いてんだよお前。困ってんだよアドルも。ドギに言うぞドギに。あ、いいですね。いいよいいよ。かわいいよかわいいよ。笑って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 笑ら笑誰にも負けないという自負があった。あの9レベル10レベルになった頃とは違う。あの自負がコテンパンに破壊されている。今僕の自負はコテンパンになっています。お父さんお母さん見ていますか。私の自負がコテンパンになっています。もうボロボロです。この業界でやっていけるのかどうか。冒険家業やめる可能性あります。あとで。あー間違えたー、間違えた。冒険家業やめてもいいと思ってます。一冊一巻で終わりにしてもいいかなと思ってます。一巻で読み切り、アドルの冒険読み切りでいいかなってちょっと思ってます。アドル最近ちょっと思ってます。筆が進まないんだアドル。最近ちょっとそう思ってます。難しいとは、こんなにも難しいゲームだとは。イースってなんかもう RPG が難しいのは疲れた優しい時代だみたいな、そういう触れ込みで始まったって聞いたんだけど、嘘つくなよ。嘘つくんでね、何が優しい BGM だ。優しい RPG だ。ふざけるな。優しいアクションだ。何も優しくねえよ。こんなん死人が出るわ。どこが優しいね。説明してよ。君の優しさとはどこにあるのだい。ね、君の優しさはどこにあるんだい。くそー。行くわよ。本気で行くわよ。やめてほしいんだな。だなもやめてほしいんだなも。まあ対等だ。いや、こっちのが有利条件か。有利条件か。お、来たか。来たか来たか。そういうこと言わない方がいいぞ。そういうこと 言うと大変なことになるぞ。あれ、なんかいつの間にかこっちが不利になってる。どういうこと。どういうこと。いつの間にかこっちが支払いが多くなってるわ。これが利息ってやつ。やめてやめて。これが利息ってやつ。あーねー、なんで食らったの。誰に食らされたの。今いなかったでしょう。ちょっと疑惑の判定。ちょっと、そこ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 。音しなかったけど、なんとなく噛んでいったな。そこ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 。あー入んねえのかよ。そこ、オッケー。そこそこ、あ、いい感じいい感じ。あー、まずい。そこそこ、あとちょっと。油断すんな、油断すんなよ俺。そこ、あー、くそー。外してる分ちゃんと当ててればもう勝ってるはずなんだけどな。あー、このまずいか。あ、よかった抜けた。そこ、くー、なかなか。そこ、オッケーオッケー。あと2回ぐらい、あと2回ぐらい。油断すんな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 。そこ、あ、くーくー。まずいまずい、食らっちゃった。まずい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 。そこ、あったー、やったよー。わー、よかった。ほんとつい、くそつい。あー、よかった、倒せた。よかった、セーブだーセーブだー。もうセーブだ、セーブ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 、やったー。あー、しんどかった。大変だったー、ほんとそう。あー、大変だったなー、ほんとに。もうあー、イースボーン黄色とかじゃねえんだ。青かぶってない。かぶってるよ。ちょっと色違うか。あー、大変だった、大変だったわ。あー、まあ、なんとかなるもんやで、うん、なあ。どれくらい、どれと同じくらいだったかな、この大変さ。うん、まあ、どうかな。でも、うん、死神ナイト戦よりはかかってないか、時間は。死神ナイト戦10時間かかってるからな。あれに比べればなっちゃうな。これ何？何かが置かれていた？ああ、女神像がうんぬんかんぬん言ってたな。そういや、2つあって祈ってて1個いなくなったっていう、そういうこと。なんか2個ともいなくなってるんですけど。女神像じゃないんじゃないの。え、向こう側どうやら石壁のようだ。え、終わりってこと？なんか捧げないといけないってこと？
これ違うな。え、二対になってるものなんかある？何進めないの？なんなんそれ？は？なんなんそれ？いい質問もらえたからいいけどさ。帰ればいいの？帰ればいいのかな？帰るか、じゃあ。もう来れないよ、ちょっと待って。まだ、もうこれ、あ、そういうこと？そういうことかしら？道が開ける。あれ？なんか抜け穴がある。あ、違う？違うの？違うんかい。違うんかい。そういうあれじゃないんかい。ああ。ちょっと休憩するか。ちょっと休憩しますね。バジリオンって言うんだ。バジリオン、プトゥリオンっていうのね。うん。今、どれくらい戦ったかなってのを見たら4時間半ぐらい。4時間半ぐらい。なので、桜大戦の花札だったか、大富豪だったかぐらいのレベルですね。まあ、そうでもないですね。その判定で言うとそんなでもなかったですね。大したことなかったかなっていう感じになりますね。そうなると。そうですね。もっと化け物みたいなちょっとくぐり抜けてきてるんで。それに比べると大したことないかなっていう感じなところですね。そうですね。まあ、強いは強いわな、これ。うん、積む可能性があるところではあるかなっていう感じですね。ナイトメアでやってると。なるほどね。うん。そうだね。4時間っていうことは、マイクランぐらいなのかな？マイクランはちょっと、時間というか、戦法として、なんか、新しい戦法を思いつくことで回避したからあれだけど、ちょっと、そういう感じでクリアしたけど。それぐらいなので、まあ、死神ナイト10時間、まだ投稿してないやつ、数日。実撮影時間で数日を超えるやつがいるので、やばかったやつが何体かいるので、それに比べれば。